北の採れたてみほファーム通信セカンドシーズン。はい、こんにちは、今日はですね、種まきをしました。つるありスナップエンドウですね。これと、ちょっと去年残りの種、スティックセニョールと、あとバジルと、シソとケール。あと芽が出るかわかんないけど、あれマリーゴールド。アフリカンマリーゴールドですね。ちょっとまだ寒いから、ここにビニールをかけて保温をしたいと思います。以上です。ちなみにチューリップやっと咲き始めた。多分ね、スターチスもいい感じで、ね、八重咲きです。はい、イチゴは多分ダメでしたね。ローズマリーもちょっと怪しい。ラベンダーはちょっとずつ芽が出てきています。そんな感じです。ではまた。はい、種まきから約1週間が経ちました。ケールかな、スティックセニョール、すごい芽が出てる。他のもちょこちょこ芽が出始めています。で、この間道の駅でいい感じの玉ねぎの苗があったので買いました。あと今日を追加でシルクスイート、これを育てて芋づるを作って植えるみたいなやつらしくて、まあ5本できるって、ちょっと割高なんだけど5本以上取れるんじゃないかと思ってこれを買ってみました。ちょっとここの中であったかいところに置いとこうかな。あと小玉スイカ、いい感じの苗があったので、去年ちょっとね、小玉スイカいまいちだったから、今年はいい感じにね育てたいと思って大きめのを買いました。ちょっとまだ寒いからここに入れとこうかな。で、あとはね、ズッキーニと、それからズッキーニ2つと、あとストロベリーミント、なんか甘くていい匂いしたから買いました。以上ですね。はい、こんな感じで着々と準備が進んでいます。こちらがセカンドシーズンの菜園です。風がちょっと強すぎたので、アフリコで解説します。まず、畑がめちゃくちゃ斜面の上にありまして、というかもう斜面なんですけど、下から登ってくるのが辛かったというふうに言ってます。で、土なんですが前回の畑と違って、結構ふかふかな感じでしたね。長靴がなくてビーブーツを履いていますが、これもちょっとあんまり微妙でした。いつものやつがやっぱりいいですね。で、今日初日だったんでたくさん人が来てます。みんないろんな作業してました。引き続き強風なのでアフレコで解説します。ちょっとしばらく耕したんですが、
場所が悪いのか何なのか、めちゃくちゃですね、地下系のなんか草の根がすごい混ざっていてですね、掘るのがとっても大変っていうか、もうこれを寄るのがね、選別するのが大変ですね。で、粘土質で結構ね掘るのが大変だったんですけど、粘土だけじゃなくてなんか硬いね石みたいなのがいっぱい混ざってて、結構綺麗にするのにかなり時間がかかりました。これ地下茎ですね。で、この拾ったこれ粘土の塊みたいなやつなんだけど、めっちゃ硬くて、でこのフォークで突き刺してみても刺さんない。なんか結構ガシガシやっても砕けない。そんなこんなやつがすんごいゴロゴロ入ってて、もう畝を立ててもなんだかちょっとなみたいな、でなんかよくわかんないポロポロになるやつとかもあって、ちょっと思ってたよりも結構厄介な場所でしたね、これは。でこう見てこれっつって、ちょっと本当にっつってやってますね。で風が強くてマルチを張るかどうかもだいぶ悩ましくて、バタバタ言う中どうしようかなっていう風に考えてましたね。とりあえず今日はもう作業を終えました。こっち側はね若干根っこが少なかったです。ただ下にあっちのね下に行くにつれてやっぱ水はけがあまり良くない感じがして、粘土は硬い。表面はね結構ふかふかなんだけど、ちょっと奥に掘り進むと硬くて重い。もう腕がめっちゃプルプルしてる。で一応ねマルチは張りました。ここは玉ねぎを植えようかなと思います。しとなんかさっきね今日から初めてやるっていう人、マダムがね下見に来たって言って、大変ですかって声かけられて、しんどいですって言って、まずね下からね登ってくるのがね結構坂なんだよね。なんでちょっと駐車場今度は上に止めようかなと思います。あそこは石灰いっぱい撒いてるね。であそこの区画の人はねめっちゃ紐を張り巡らして区画を割り振ってた。それやりたい気持ちわかるとこ見ながらね、もう紐なんて張らないっていうね。で区画もねなんとなくこんなもんだろうっていうので当たりをつけて、もう行き当たりばったりですよちなみにここはね前トウモロコシだったっぽいですね。そんな感じです。いやもう完全にね山に囲まれてますよここは。ほらほら、あっちも山、こっちも山。泥棒野生動物が現れるんじゃないかと思います。でもこっちは全然網とかねいろいろ杭とかで壁作ってる人いないですね。そんな感じです。いよいよ始まりました。また半年間ですね、半年もないかな、5ヶ月かな、ここで頑張ろうと思います。それではまた。